私はエコダちゃん。愛と生活に追われる24歳。3度目の映像化を心待ちにしていたエコダちゃんファンの皆さんも、そうでない皆さんもこんにちは。エコダちゃんと申します。東京練馬区のエコダ近隣に住んでいるのでそう呼ばれてます。24歳独身フリーター、一人暮らしの知られざる生活をお届けしてもいいですか？それにしてもなんで全裸なのかって？よっと。洗濯物が少なくて済むでしょ。年頃のエコダちゃんの悩み、老けて見られること。19歳の時に、あんた29歳ぐらい？と言われ、それから少なくとも3歳は老けて見られる日々。え、24なの？しまいには自分でもよくわからなくなってくる。最近はバイト先のクラブで元刑事の客に35と言われ、嘘をつくな。そんな顔で24のわけはない。尋問された。わしにはわかる。だって、前述の通り時々夜の仕事をしています。貧乏だから。しかし大問題、人の顔が覚えられない。とりあえず並びで覚えるも、右から西田、高橋、藤野。一度トイレに立って戻ったらシャッフルしてたりして、あ、しかも名字も忘れた。サラリーマンたち、頼むからもっと個性つけてください。家にヤモリが出ました。いやー、体内に入られそうで怖い。誰も助けに来てくれないので捕獲決行。20分後死闘の末成功。ペットのいる生活。朝の通勤電車でいきなりおばさん泣いた。初めの一言だけ漏らして、あとは顔を覆ってた。みんな目をチラッと動かしただけで何も起こってないふりをしている。でもエコタちゃんも何も起こってないふりをした。なんだか気持ち悪いっていうことがあってさ。そういう時にみんながみんな見てみないふりってのも変な社会じゃない？旦那が浮気でもしたのかもね。そういうことを言ってるんじゃない。総じて世の中ロストインコミュニケーション。店で、いらっしゃいませ、失礼します。席に着くなり、僕新宿では有名なんだよね。この店もあの子もあの子もあのボーイもみんな〇〇さんって寄ってくるな。すごい妄想だよ。こんな昼も夜も働き詰めのエコダちゃんを癒してくれるのは犬。どんどこーい。最近行きつけの犬がいてさ。行きつけの犬？久しぶりに帰省。久しぶり。結婚したんだって？うん。この町ではジャスコに行くと必ず給油に会える。すっごい久しぶり。ねえ、子供は？いない。旦那もいない。久しぶり。罰になっちゃった。田舎は人生が早い。逆浦島太郎気分。実家帰ってたんだって？うん。何してたの？家業を手伝ってコーヒーをトラックにぎゅうぎゅう詰めにして国道を走ってたんだけど、その時毛ガニが大量発生してて、それをトラックでバシャバシャ潰しながら走ったの。爽快だったよ。マジ毛ガニもったいねえな。信じやがった。人間十人十色は当たり前。でも新たに生まれたエコダちゃんは12人12色。12回にわたりアニメ「臨死エコダちゃん」の各パートの監督とエコダちゃん役をアフレコ直後にアタック。本日丸裸にされるのは、第1話を担当した大地明太郎監督とエコダちゃん役の石田遥さん。第1話制作の過程と元アイドル石田さんの裏話などなど赤裸々に語っちゃいます。特別企画「臨死エコダちゃん監督とエコダちゃんらの座談会」、全てさらけ出します。12本のシリーズで毎回監督が変わるって、僕何回かやってるんですよ。で、成功したことがない。もう一つ、自分の、なんていうのかな、性分なんだけども、シリーズの仕事をずっとやってきて、シリーズの仕事って最低でも6本やんないと自分の中に入ってこないんですよ。なので、あんだけの原作があって12本もあるのに、なんで1本しかできないんだっていう。ね、今回も、それを持って、で、前にやった時はやっぱり前後のことが分かんなくて、
で非常に、なんでしょうね、フラストレーションで終わっちゃったんですよ。なので、今回もう本来だったらお断りなんですけど、まあ、片岡さんのね、もうすごい長年の思いがこもってるんで、これは付き合わなくちゃっていうんで12年ぐらい前にお願いしたことがあって、やるよっていう返事はその時もらってるんで、これは断られないだろうなと思ってて、やっぱり同じ年数生きてるっていうのは大きいんじゃないかなっていうのはありました。そうだ、ちょうど同い年、はい、同い年なんですよ、24歳で同い年で、まあでも一個言えるとしたらヤモリ飼ってるんで、まあ、そこはそこが違うかなぐらいでも、あとは何だったら体内入ってこいぐらい入ってこい、はい、そうですね、どっちかって言ったら入ってきてもいいよぐらい、いいよな、耳ぐらいだったら入ってきてもいいかな面白いでも収録本当にすごい自由にやらせていただいて、その後にこうちょっとずつちょっとずつこう言っていただいて、自分なりのエコダちゃんに2人でできたんじゃないかなって、皆さんでできたんじゃないかなっていうふうに思ったので、もうすごく楽しく終われてよかったっていうのが一番の感想です。大地さんから見てこのエコダっていう人の人生の捉え方って、自分の中どこか重なるとこあ、僕はね全くないです。全くないだって男だもん、まあ、そうだあの分かんないっていうのが正直で、またなんでエコダなんだろうとかね、エコダっていうと僕はやっぱサブカルな匂いがするし、でも彼女はサブカルじゃないですよね。でサブカル的な作品でもないし、だからそこら辺が僕はすごく分からないところで、まあ何本もシリーズ やれるんだったらそこ探りたいところでしたね。主役のキャストがスッと出てくるっていうのはもうできたようなもんだよね。分かるね、半分以上できたようなもんだ。初めて一緒に仕事したのが、ぽよぽよ観察日記っていう、やっぱりショートのね、4コマ漫画原作 のアニメだったんですけども、その時にほぼガヤで来て、私本当二言ぐらいしか喋ってないんですよ、本当に本当に、はい、ガヤなんだけど、やっぱずっと印象に残っててすごい、何かあるんだよね、特にぽいちゃんなんだけど、はい、めちゃめちゃうまいわけじゃない、そうなんです、はい、めちゃめちゃうまいわけじゃないんだけど、やっぱりこうすごい引っかかるものがあって、これよくねいつも考えてんだけど、演技がうまいって何なんだろうなっていう思いますね。うまいってのはどこの線引きなのかが分かんない。だからピーンと石田遥が頭にあって、もうそれ揺るぎないんで変えたくないんですよ。でどんな声だったかなって、そっからだよねそっから一応 YouTube とか見てあの聞くんだけど、はい、ああこれだったらもういけるいけるっていう、あと納得みたいなのがあって、で一回あったんですね、はい、面談的なことを久しぶりなんでしたんですよ。今日1回しかないから、はい、その前にちょっと気持ちは作ってもらいたいなっていうのがあって、どんなつもりで僕がこれ演出するんだよっていう話をして、その時にちょっとねその現場でね、ちょっとやってみて一節みたいな、そうなんですよ、いきなり iPhone で、はい、ボイスメモでやって、はい、その時にあれ思ったより可愛いなそうなんですよ、可愛くなっちゃう、可愛いんだな、でもこれが俺の選んだエコダちゃんなんで、これでいいです、もうこの役は石田遥さんにお上げしたので、あとはいかようにも、あとはね今日もやったけど現場で、少し自分の方に持ってく、演出をちょっと細かいとこしたっていう感じ。僕は大地さんの作品を見るたびにとっても強く感じるのは、ね、リズム感なんですよね、とってもいいリズムが流れていて、いいこと言ってくれますね間ですね、間ですよね、間イコール リズムになっていくんだけども、テンポの良さとかそういうことだけではなくて、静かなもんでもスーッてポンって入ってくる、この間合いを、ちょっと間違えると笑えないし感動もできないしっていう、それはすごく測りますね。で今日も見ていて、とっても気持ちよくやってましたよね、やってましたあの句読点ここにちょっとニュアンス入れると長くなっちゃったり、で句読点入れてっていうと長くなるけど、句読点入れてニュアンス入れて収めてみたいなことをとってもこう、こだわるじゃないですか、そうですね、間合いとね、語尾なの、語尾、語尾は、だから全部それは
なんていうの、その句読点と語尾っていうのは、もう表裏一体みたいなところがあって、うん、いや最近本当語尾にこだわりますね、うん、これはあのショートだし一本だし、あの自分で好きなように、要するに最終的にさっきね、あのこれこういう仕事を本当はお断りするような話なんだけど、じゃあ、片岡さんとだったらやってみようと思って受けたからにはさあどうやろうか、うん、一生懸命一生懸命一生懸命作るのもあるんだけど、まあ楽しいのが一番いいだろうなと、うん、だから今日も2時間もらったんで2時間たっぷり使おうと思って、はい、うん、ぴったり終わったんですけどね。ちょっとこうすっかり酒がなくてからぴったり終わって、あと4分あるから、はい、もうワンテイク行こうとか、はい、そういうのが面白いんだよね、はい時間になりました切っちゃうみたいな、なんかそういうのがそういう風に楽しくやろうっていうね、あと絶対やりたかったのがショートなので、あの1時間ちょっとぐらいで1回編集して1回聞いてみると、聞かせていただけてすごい、あれがね普段できないんですよ、うん、シリーズやってると、うん、その余裕ができたのは嬉しいですね。でみんなで笑ったりとかしてね、うんうん、笑えましたすごい、ね、うん、こたちゃんっていう作品に関して言うと、これはやっぱり何本かやって探んないとなって思うぐらいに奥深いですよね、うん、ジャンルが分かんないですね、ギャグ漫画じゃないでしょ、生活漫画でもないですよね、うん、ジャンルがなくてこれは臨死エコダちゃんなんだな、 その臨死の意味とかね、これは深いです。連載は終わりましたけど、はい、最後までブレてないですよね、うん、最後まで今日のあのカレオくんね 1,2,3 最後までありますからねあのシーンがね、そうそうそう本当に、うん、でキャラクターは少しずつ増えたりとかいろいろ、うん、あの広がっていきますけど、うん、テーマ的なものとかあの手法とか、うん、そういうのはぶれないまま最後まで突き進んでましたね。で必ずその演出家の資質というか、うん、その僕は分かんないですって言ったんだけど、まあ、分かんないところでやってるわけですね、うん、でその演出家の資質とリンクが絶対あるはずですよね、でしょ、うん、それ、まあ、堂々とやってるわけですから、うんうん、これあのでも僕はあれですよ、あのお会いした時にお話したけど、ニューヨークスタイルなんです、ニューヨーカー僕の演出はどういう意味、うん、あのニューヨークのキャリアウーマンのイメージで作ったんです、うんうん、だからものすごくクールで、うん、あの感情を抑えておかれてっていう、うちには感情あるんだけどそれは出さないんだよっていう、あれ俺の中でニューヨークスタイルなんですよね。わかるわかる、うん、ですあの西海岸じゃないよ、東海岸だよ、そうですね、うん、西海岸でのほほんとやってるわけじゃないよ、そうなんですよ、うん、まさにその通りですね、うん、東海岸。アニメ制作における大地秋太郎監督のこだわりで盛り上がった前半、後半は元アイドルの石田はるかさんをいろんな意味で丸裸にしちゃいます。刮目せよ。13歳で AKB48 に入る前はもう柔道しかやってない。柔道やってたんですよ。へ、柔道7年ぐらいやっていて、習い事と部活でやってたんですけど、もうそこからいきなりアイドルに入って、うん、って感じです。はい、そうですね、いつか声優って言いたいんですけど、今はどっちかって言ったらゲームタレントみたいな感じですかね。ゲームをよくやらせていただいてるので、お仕事で、あの声じゃなくてプレイヤーとして、はい、そうなんですよ、ゲームを遊ぶっていうお仕事をよくさせていただいてます。そうですね、そんなにいいですけど、お芝居でいうと朗読劇が一番多いかもしれないです。舞台の上に立って本を読むっていうお仕事が一番演技の中では多いですね。なんか、なんだろう、裁判とか小説原作なので、はい、うん、まあ、もう一個も、まあ、裁判っちゃ裁判の、うん、まあ、人がこう処刑されてくよみたいな。すごいな。どんな役なの？その時はプログラマーの役だったんですけど、うん、あとはその、うん、その舞台のゲームの方にも出させていただいて、うん、そっちはちょっと頭のおかしいな女の子だったんですけど。そのプログラマーはどんな性格の？あ、プログラマーも内気内気って感じですね。はい、
もうキュンって感じの子だったんですけど、で内気な女性というか内気な女性やるときってどういうふうに自分の中で見つけるんですか、はい、あ内気じゃないですよね。そうですね、内気じゃないですね、ものすごい勝ち気ですよね。勝ち気でもないですけど、勝ち気じゃないですよ。でもそうですね、内気でもなんかその時はまだ人見知りだったので、うん、人見知りじゃないって自分を言い聞かせて生きてきてるんですよ、なるべく、うんうん、人見知りだけど人見知りって思ったら人見知りになるから、うん、こうなるべくオープンにって思ってやってるんですけど、その時そのやってた時はまだこう人見知りだったので全然大丈夫でした。うん、はい、19歳とか。その人見知りの部分を出して、人見知り、そうですね。どっちかというと自分のベースだったよみたいな。はい。どっちかというとなんかみんなとワイワイ仲良く、その稽古場でも仲良くするっていうよりかはなんか割とポツンと一人で、いましたね。はい。どういう役が多いとかそういうのはある？どういう役が振られるとか。そうですね。だから世間が見てる石田遥さんのイメージは何なんだろうなって、はい、うん、でもなんか逆になんか元気いっぱいっていう役をあんまりやったことがなくて、うん、あ、やったことない、まあ、それ以外か、うん、今日もねやりながら思ったんだよ、全部抑えてしまうから僕が、はい、だから元気な役やったらどんな感じなんだろうな。元気、はい、元気なの本当に一つしかやったことない、うん、元気はつらつアイドルみたいな、うん、アイドルどんな役やりたいみたいなのある？どんな役、そうですね、うん、自分自身が、うん、いつかこういつかっていうか 何回かやったことあるんですけど、こういうのをメインでやっていけたらいいなっていうのは、うん、少年というか少年、こうなんか朝のアニメ、うん、はつらつ少年みたいな、うん、そういう少年とか、あと、まあ、子供が見るようなアニメに出れたらいいなっていうのが将来の夢です、うん、やってますよ今日どすこい、どすこい、あの一番元気なやつがあの柔道やってた時なんか、うん、よくヤーって言って投げるんですけど、うん、投げてたんですけど、私よくニャーニャーって言ってたらしくてなんかすごい親にバカにされてニャーって言ってるよってニャーって言って投げてたらしい、うん、全然強くはなかったんですけど、うん、でも本当ドロンコ遊びとか大好きで、あのお人形とか全然持ってなくて、うん、もう少年原っぱで遊んでる、砂だらけで遊んでたんで、子供の時は少年っぽかったです、まあうん、少年っぽい、はい。あの原作自体を読ませていただいた時に、なんかなんとなく自分の中で、あの大地監督から言われたこともあり、なんかニューヨーカーのイメージがなんか私の中でもすごいついてきてて、読みながらだからなんかあのニューヨーカーの映像を見たりとかしました。なんかニューヨークでね、あのそのキャリアのな、うん、みたいなやつをすごくこう気にしながら、あの表向きには我を張ってるというか、うん、強気だったりとかして、うちに帰るとちょっと寂しいんだけど、それでもどっかこう張りを持たしてるっていう、だからヤモリが出ても外行ってあのなんか仕事しててもみんな一様の感じでやったんだよね、うん、今日ね、うん、それが、うん、なんか今回俺はすごく自分の中で気持ちよくて、これがニューヨークスタイルだそうそうそう、ペットのいる生活ってポツンと言うでしょあれあそこすごい好きなのよ、うん、私も大好きあれじーっと見て最初恐怖だったのに、ペットのいる生活っていうさ、行ってみるんだよね、行ってみる、自分で行ってみるっていうところがすごい面白くて、うんうん、あそこもしかしたら一番好きなとこかもしれないな、うんうん、そうですね、分かるところで言うとなんか私結構読んでてイメージで多かったのは、なんかやっぱ男性がすごい出てくるなっていうのがあって、うんうん、あ、確かに、なんだろう、エコダちゃんの生き方、私生まれ変わったらそういう人になりたいっていう願望があって、うん、逆に言えばもう今のもう今世現世はもう本当にまっすぐに、もうなんか13歳から入って今12年目なんですけど、青春とかもうそっちのけで芸能の仕事をさせていただいてたので、もうなんだろう、もうそのことしか知らないし、もうお仕事のことだけ考えて生きてたみたいな感じなので、もう取り返せないんですよ、エコダちゃんみたいな人生は同じ24歳で もう生き方が全然違うから、あのなんか共感できるところももちろんあるんですけど、なんかその男性とかその異性とかその人間関係っていう部分では結構違うところが多いので、生まれ変わったらエコダちゃんになりたいです、うんうん、そうだろうね、なんかすごい自由に、うん、強く自由に生きていて、
部屋に帰ると自虐ネタでなんかあの思いっきりなんかあの柱叩いたりするでもすごい可愛いなっていうふうに思ってて、うんそうだね、かいや可愛くなっちゃったあ可愛くなっちゃった伊沢さんがやったからみんな今日可愛い可愛いあのいらっしゃいませっていうところあったでしょ、はい、あすごい一番今日あの可愛かったねあんなお店行きたいなと思ってクラブでうんクラブで可愛いお店だなと思ってちょっと否定もしてますよねそうそう、うん、確かに、うん、多分僕も大地さんもあのイケメンでない口で人生今まで生きてきてるから、うん、イケメンとかイケメンじゃないとかってこと全然気にしないで生きてるでしょ気にしないですね全くね、うんうん、あのイケメンの話題があってもまあ関係ないんだなっていうねそうそう、うん、頭に入ってこない自分の人生には関係ないから今日の大地さんのねあの、うん、おじさんたちのなんかあの、うん、あ3人のおじさんねそう何話すかね左が何左がいいよね後で聞き直したらあれ結構ワイダンなんだなと思って下ネタっぽいななるほどおっさん3人でお前右お前左で俺左そうそうそういうやつだったのかなと思って後で分かった確かに、うん、自分自身が久々のアフレコ自体がすごく久々で1年ぶりくらいだったのかななんですけど本当にたくさんご迷惑をおかけしたんですけどでも自分自身本当にとっても楽しくエコダちゃんを演じることができて自分自身がエコダちゃんのファンになれたことがこの作品に関われて一番良かったことだなって思っていて各全12話あると思うんですけど全部見るのが本当に今から楽しみで仕方ないですやるからには楽しんでいこうっていうやつを、はい、もらった2時間のアフレコをねもう余すとこなく、全部堪能して楽しめたので僕も声出してますからねそうそう、はい、後で聞いたらちょっと違和感があるんで差し替える可能性もない、うんそういう意味ではなんか、うん、本当に楽しくできたのでもうそれで十分ですはい、ありがとうございました今週の座談会はここでお開き次回の監督とエコダちゃんらの座談会は臨死エコダちゃんの奥深さに第2話担当の監督とエコダちゃん役が参ってしまったことを暴露エコダちゃんの奥深さは底知れずお楽しみに
して犬も食わないし生活と朝けるけりはありゃしないってよどこぞの生まぬお姉ちゃん人生丸うとボールも OK サイトで一人見りゃそよぐよ風は目にしみる喜びさあさあたま日常を地獄の沙汰もなんやかんやとかわしずつ目指すならキンキン元よりまねでこの着信を欲しがちゃかならない彼の前では咲き誇る花であれ